長い言い訳は、西川美和による小説。文芸春秋から書き下ろしで2015年2月25日に、刊行された。突然家族を亡くした人々がいかに人生を修復するかを通じて、人間関係の幸福と、その不確実さを描く。第28回、山本周五郎賞。第153回直木35昇降補作。2016年本屋大賞第4位。 および、それを原作に著者自ら脚色、監督した2016年10月14日、公開の日本映画。映画は、第41回トロント、国際映画祭スペシャルプレゼンテーション、部門出品作品。作家の絹笠幸雄は、妻の夏子が友人と共に旅行に出かけるのを見送った、その日に、彼女が自己死したことを知らされる。 もっとも、彼女の犬間に不倫行為に没入していた幸男に、とっては、さして悲しい出来事ではないのが実情だった。それでもマスコミの手前悲劇のキャラクターを演じていた、彼のもとに、夏子の友人の夫、陽一が電話をよこしてくる。トラック運転手である陽一は、二人の子供を抱え、妻を失った事実に打ちひしがれて、同じ境遇の幸男と思いを分かち合おうとしたのだ。 執筆に情熱を継ぎ込めない幸男は、陽一のアパートを訪ね、中学受験を控えた長男マっピラと、その妹である保育園がよいの明かりのことを知る。家事の素人である陽一は、母親役を兼ねられない、と見て取った幸男は子供たちの世話を買って出た。器用に対応をこなし、子供たちの信頼を得てゆく雪雄。家事に没頭する中、 雪雄はこれまでにない暮らしの充実感を味わっていた。だが、ある日、妻の残したメッセージから彼女が雪雄をもう愛していなかった、と雪雄は知り、絶望感に襲われる。折しも明かりの誕生パーティーにあって、陽一不死の助けになろうとした、学芸員、かぶらきも加わった、弾乱の席上、雪雄は、疎外感から暴言を吐き、陽一の部屋を飛び出した。決別の後、 堕落な生活を送っていた幸せが届く雪が去ってから、不死の家庭は、あれ、末っぴらとの口論の末彼を殴ったまま仕事に向かった、陽一は事故を起こしてしまったのだ。幸男は警察に向かい、陽一の無事を見届けてひとまずは胸を撫で下ろすが、冷静になった頭でもう陽一たち家族に介入してはならぬことを悟るのだった。 ありがとうございます。